クローズアップ情報の時間です。今回はですね、国産レモン発祥の地、有名な瀬戸田、こちらにお邪魔しております。この地瀬戸田で手作り あのジェラートですね、これで非常に元気な会社、有限会社ドルチェ、そしてその社長さんでいらっしゃる高家さん、こちらにお話を伺ってまいります。高家さんどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。この番組はご覧の提供でお送りいたします。まあ、ジェラートというのは多くの方はご存知かもしれません。非常に基本的なことなんですけども、アイスクリームとはちょっと違うんですね。そうですね、はい、一般的に日本ではですね、アイスクリームというのは乳脂肪が 15% 以上というものをアイスクリームというふうな表示をされているんですけども、はい、ジェラートというのは 3% から 5% とすごい低脂肪なんですね、はい、あ、そうなんですか、はい、ですから日本の名機では、アイスミルクというふうな名機になるんですけども、はい、まあ、ジェラートというのはまだ日本国内ではその表示が認められてませんので。あ、そうなんですか、はい、まあ、ですからジェラートというのはそのミルクを使ったものも、はい、あとシャーベットも含めて、すべてのものをそのジェラートというふうな総称をしてます。はい、ああ、そうなんですか、はい。瀬戸田ジェラート、なんでかなというところからちょっと お聞かせいただきたいんですが。はい。はい、私はこの島で生まれまして、この島の高校を卒業してですね、はい、その後東京に勉強しに学校の方で行きまして、はい、それから18年間東京にで生活をしてたんですけども、はい、まあ、最終的には外食産業のずっと勉強してまして、フードビジネスのコンサルティングまで行ったんですけども、はい、このしまなみ海道がその開通するということによって、はいはい、何かその瀬戸田町で何か産業を起こしたいなという志になりまして、なるほど。それでまあ瀬戸田といいますとやはりその柑橘類、レモンをはじめですね、はい、デコモンとかみかんとか、はい、そういう柑橘類、はい、もしくはその魚介類、はい、まあ、島ですから当然その魚とかですね、そうですね、そういう魚介類、まあ、どちらか何かを使って何か産業を起こしたいなと思っていろいろその探索したところの、はい、まあ、このジェラートというものにたど、はい、り着きまして、まあ、これだというふうにですね、はい、自分で考えてジェラートの店を出そうというふうに、はいはい、なるほどね。まあ、そういったご経歴とかですね、現状なんですけれども、これから実際にジェラートがどのように作られていくのか、どういったこだわりを持って作られているのか、こちらの絵をですね撮らせていただきながらご紹介してまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまずジェラートのですね製造現場、製造といっても高家さんいくつかの工程に分かれるんですけれども、はい、まずこれがジュース絞りという感じの、これが第1段階ですね。そうですね、はい、一番最初の段階でこれは下処理の段階ですね。あ、そうですか、はい、この機械についてちょっとご説明いただけますか。はい、はい、この機械はですね、まあ、NASA が、はい、開発した機械でして、オレンジの、その皮を瞬時に外してですね、オレンジの渋みとか苦みとかオイルとかそういうものを一切その入れずに生のジュースだけを絞るという機械ですね、はい。まあ、そういった特殊な機械で日本にもそうないそうですか。そうですね、私が日本で2番目にこの機械を導入しました、はい、やはりこれもそのジェラートいいものを、天然のものを作りたい、いいものを作りたいというこだわりの、そうですね、いいですよね、はい、はい、もちろんこのジュース絞りの前にですね、ちゃんと検査して、推薦という工程があるわけなんですけれども、まずこのジューサーで絞るという工程が第一段階です。高部さん、絞られたジュースというのはあとどういう工程を経るんですか。はい、手作業でですね、はい、アクを丁寧に取りまして、はい、その後パックに詰めて、はい、マイナス26度で保管しています。はい、あ、そうです、はい、26という数字は何か根拠があるんですか。はい、そうですね、マイナス20度とか18でしたら、やはりそのファイが起こるんですよ。あ、そう、やはりマイナス25度以上とを保つことによって、はいはい、製品の良さを保つと、はい、それでは製造工程の次の段階ですけれども、はい、次はミキシングとお聞きしましたが、これはどういう工程なんですか。はい、これはですね、先ほど絞った果汁と、はいはい、特製のシロップですね、はい、これと天然素材の乳化剤、はいはい、と混ぜ合わせて、はい、ミキシングをここで混ぜ合わせます。はい、あ、そうですか、はい、まあ、その段階で今おっしゃった天然素材の、乳化剤ですか、はい、
今従来のものは使わないということですね。どうしてもあのアイスクリームを食べると喉が渇くというふうなことになると思うんですけど、それは今度その乳化剤のせいなんですね。はい、ですからあの当社ではあの本当にあの天然のものしか一切使わないというこだわりを持ってやってるんですけども、シロップを使いなんですよね。これはこれはですね、あのまあ普通のまあアイスクリーム工場ではあの果汁とお水と砂糖を入れてミキシングするんですけども、そうするとやはり砂糖というのはあの完全に溶解しませんので、その砂糖をそうと水をシロップにして果汁と混ぜると、やっぱ分子と分子がやっぱりより小さくなるということですね。ですからそれで滑らかさが増すということなんですけども、そうですか。からミキシングを終えた後の、まあ、途中の段階ですけれども、次は、フリージングですか。はい、フリージングですね。まあ、こういったフリーザーでそのフリージングされてそうですけれども、フリージングについてのこだわりは。そうですね、あのこの機械ですね、あのイタリア製なんですけれども、日本の国産の機械を使いますとこの機械の5倍も6倍の時間がかかってしまうんですね。あ、そうなんですか。そうしますとあのダラ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 、あの練ったアイスというのは星がないんですね。あ、そうなんですか。で急速に早く固めるという、ということであると、これがまあ世界で一番いいと言われているフリーザーを使用してます。あ、そうなんですか。まあ、それがドルツさんの製品が非常に好評である理由のうちの、そうですね、一つのこだわりですね。そしてそういってフリージングされたものを最終段階ではこう詰めるんですよね、カップに。この充填器で詰めるんですけれども、これも自動的に非常に衛生的に作られているようですけれども。そうですね、これもあの特注でですね、うちの製品のために、あの PB 商品として作っていただく機械でして、あの今まであのこの機械を導入する前では、あの1日4人がかりで1日1000個しか詰められなかったんですね。それもみんな検証になったりとかしてたんですけども、まあ、この機械ですと 1,、あの1時間で1200詰めることが可能ですので、あの、まあ、生産能力はかなりアップしたということですね。あ、そうですか。相当の生産能力を現在ではお持ちだと、需要に応えられると、こういうことでございますね。さて、神戸さん、あの今までジェラートのですね、一連の製造工程を見せていただいたんですけれども、他の作業としてベースの仕込みというのがあるそうです。これはどういった作業なんですか。それはこの機械を使いまして、これはあのパステライザーといいまして、あの自動殺菌機なんですけども、この中にあの牛乳、生クリーム、グラニュー糖、ブドウ糖、各種粉類を入れまして、あのこの機械は、自動的に68度まで温度を上げまして、68度で30分間、68度保ちます。それから4度 C まで下げます。それで、まあ、あの殺菌をするわけですけども、その後、1時間に1回、30秒ですね、あの自動的に機械を回しまして、これエイジングという熟成をさします。ですからあの当社ではあのこのベースを仕込んでもですね、その日は使わないで、夕方に仕込んで次の日の朝、使うというですね、一晩寝かせて、まあ、熟成をさせると、ということを行って、よりきめの細かいものを作ろうとしてます。まあ、よりいいものをということでエイジングという作業、時間がかかってるんだよと、こういうことですね。さて、作られたそのジェラートですけれども、こちらはお店ですよね。こちらで実際に食べていただけるということなんですけれども、食べていただけるそのジェラートの種類ですよね。これはたくさんあるんでしょ。そうですね、今35種類になります。そんなにあるんですか。それをまあ出来上がりのものをこの店で、カップにこう持っていただいて食べることができると、もちろん地方にも発送していただけるんですか。あの全国発送してますので、あのファックスなり電話なりですね、あのいただければあの全国発送いたします。もちろんあのインターネットでもそういった、どうですかね、全国からお求めいただけるというルートもございましたよね。ございます。あのこちらは店頭でのお召し上がりいただけるということなんですけれども、どうなんでしょう、これはぜひ召し上がっていただきたいというようなおすすめ品というか、全てなんでしょうけれども、その中で、まあ、あのカフェと併設してますので、あの 当店 その一番のおすすめとしてはドルチェミストというですね、あのうちのジェラートをクレープに包んで、あのそのままその召し上がっていただくあの、デザートですね。それとかあのカフェコンジェラートといいまして、あのバニラの
アイスクリームの上にあったかいエスプレッソをかけまして、はいはいはい、まあ、今流行りの温度を調理するということなんですけども、はい、温かいものと冷たいものと、はい、同時に召し上がっていただくと、はい、というようなメニューもございます。あ、そうですか、はい、ぜんざいもあるそうです。はい、ぜんざいも冬はあったかクリームぜんざいといいまして、はい、温かいぜんざいの上に冷たいジェラートを入れまして、夏はですね冷たいぜんざいの上にそのジェラートをのっけるというものがございます、はい、あ、そうですか。ということで、こちらではこの場でですね作っていただいたものを食べることができると、美味しく食べることができると、しかも景色をこう堪能しながらと、こういう非常に素晴らしい、店でございます、今日はですねジェラートについて非常に美味しいお話をたくさん見聞きさせていただきましたけれども、瀬戸田にですね皆さんお越しの節はぜひこのドルチェ、お立ち寄りいただきたいんですけども、さて小池さん、今後のですね抱負をお聞かせください。はい、美味しいものを作り続けていきたいというのは、はい、やはりその作り手にとってはその当たり前の話なのかもしれませんけども、はい、私はですね東京にでそのビジネスをした方にはお客様に満足をしていただくこと、はい、まあ、いわゆる QSC というクオリティとサービスとフレンネスということで、はいはい、お客様に満足をしていただくということが仕事だったんですけども、今回はですねいわゆるお客様に感動していただきたい、はいはいはい、ですからこのジェラートを食べていただいて感動、はいはい、もう一つはこの店に来ていただいて、はい、この海を見ながらロケーションを見ていただいて感動していただくという、はいはい、そういった、まあ、エモーションというですね、はいはい、お客様に感動を与えるという、はいはい、そういう仕事を進めていきたいなというふうに自分では思っています、はいはい、まあ、そういった姿勢でですね作業なさっておりますので、まあ、感動を得られればまた行ってみようというふうにお感じになる方も当然多くなる、リピーターも増えるということだろうと思います、はいはい、さらにその新しい商品もですね次々と開発されているようですけれども、新しいところで何かニュースは。そうですね、最近ではですね隣の島の岩木島に行きまして、はい、国産のライムが、はい、生産されていることを知りまして、はい、その国産のライムで、まあ、ジェラートを作ってですね、はい、あとは大阪の方の方からですね豆乳ですね、はい、まあ、全国に豆乳を納められている業者の方なんですけども、はい、その豆乳を使ってジェラートを作ってくださいとかですね、はい、いろんなそういう声が、はい、あちこちからかかってます。ああ、そうですか、はい、じゃあこのテレビをご覧の方もですねこういったいいアイデアがあるんだけれどもということであればですねこのドルチェの小池さんにご一報なさったらいかがでしょうか。はい、はい、でどうも今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。21世紀の産業社会が見える、知識として吸収するか営業経営戦略として活用するか決めるのはあなたです。ビジネス&テクノロジー、日刊工業新聞。家族がいつまでも快適に暮らせる住まい、元気と安心がいっぱい詰まった介護住宅を私たちと一緒に作りませんか。まずは無料相談から。介護住宅リフォームセンターライブリー。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。クローズアップ情報では取材対象企業を募集しています。地場で頑張っている企業、近辺にないオンリーワン企業など、自薦他薦は問いません。皆様からの情報や応募をお待ちしております。尾道市社会福祉協議